秋吉大輔は、熊本県熊本市出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。ルーテル学院高校サッカー部の首相として、第86回全国高等学校サッカー選手権、大会に出場した。同期には、吉田聡、水本勝成が在籍していた。卒業後は、S リーグのアルビレックス新潟シンガポールでキャリアを、始め、2シーズンプレイする。2010年、 アルビレックス新潟の練習参加オファーを断り、アームドフォーシズ FC に加入し、同年の AFC チャンピオンズリーグ2010に出場した。2012年1月にカザフスタンプレミアリーグに所属する FC カイザーのトライアルを受けるも入団には至らなかった。同年2月18日、トライアルを経て PFC スラビアソフィアと2年半の契約を結び、 同リーグ初の日本人選手となった。2013年11月14日、ボスニア・ヘルツェゴビナの NK ズビエズダ・グラダチャツに移籍した。2014年8月、オーストリア・ブンデスリーガの SK シュトゥルム・グラーツに移籍。2015年7月31日、バンフォーレ甲府へ移籍。同年12月27日、ファジアーノ・カヤマ FC へ期限付き移籍。 2017年3月8日、ラインメール青森へ移籍。2018年より、バンラーで8の兵へ加入すると発表された。ルーテル学院初勝利ならず、高校サッカー。日刊スポーツ。2012年7月12日へ閲覧。プレイヤープロフィール、大輔明吉。サファック・ボリアーズ。2010年3月3日へ閲覧。 スポーツ、KG、2012年7月12日閲覧。秋吉ジョインズスロビアツービカムファーストジャパニーズイン、ブルガリア、ヤフーユーロスポート、2012年7月12日、閲覧。秋吉大輔、ボスニア一部のズビエズダグラダチャツへの移籍が決定。サッカーキング、2013年11月14日閲覧。秋吉大輔が、 オーストリアの名門シュトゥルム・グラーツへ移籍。サッカーキング。2015年5月5日閲覧。秋吉大輔選手、SK シュトゥルム・グラーツ、オーストリアより完全移籍加入のお知らせ。バンフォーレ甲府。2015年8月1日閲覧。秋吉大輔選手期限付き移籍加入のお知らせ。ファジアーの岡山 FC。2015年12月28日、閲覧。 2018シーズン、新加入選手のお知らせ、バンラーで八の部、http コロンスラッシュスラッシュ www.vnraure.net スラッシュアーカイブスラッシュ5929732017年12月25日閲覧。ありがとうございます。